ごきげんよう、タコ、ボンドですさね。このゲーム、覚えてますか？毎回ね、毎回なんか久しぶりにやるゲームはこう言ってるけど、これはね、多分みんな覚えてると思う。まあ、初めて見る人もね、いるかもしれないんですが、虫になるゲームです。今日はね、テントウムシの卵から始まるみたいだね。早速なんか、うじゃうじゃいるんだけど。え、なんだこの世界は。葉っぱにこんな虫がついてる。え、なんか埋まるぞ。これは。テントウムシの幼虫かな。ニョキニョキと来た来た。生まれる。これが空気。これが葉っぱだ。やったねー。よっしゃ、始まったー。うわあ！兄弟たちも生まれた！これはすごいぞ。いやいや、うわあ、リアルだな。このゲームめちゃくちゃリアル。早速やっていこう。あれ、葉っぱは食えないんだね。テントウムシは何を食うんだ？何を食べて成長するんだろう？虫かな？何か自分より小さい。あ、いけそうだね。来た来た。テントウムシは、肉食ってことだね。うわうわ、あ、こういった、自分より小さい虫をこう掴んで口に入れ込むと。この白い虫は、コナカイガラムシだね。多分検索で出てくると思うんだけど。おっと、これはなんだ？でかいの食ったな。これは食えないか。やっぱでかすぎるサイズは食えないってことだね。まずは小さいのを食べていきたい。来た来たー。これアブラムシかな。いや待て待て、向こうめちゃくちゃいるねー。湧いてるよー。おっと？アリかなこれ。でかいね。なんか電波放ってるけど。ちょっと近づかないでよっか。さあ、ここら辺。お！よし、食っといてと。こう見るとアブラムシも可愛いね。なんか可愛らしいな。それに比べて僕見て、この僕の姿。ちょっとグロテスクだけど。これはこれでまたいいんだよね。やっぱこういう体に憧れるっていう気持ちもあるからね、僕。よーし、まあ、とりあえず、どんどん食って。まあ、今はね、この姿だけど、大人になるとね、ちゃんと羽もね、生えて。まあ、見た目がね、テントウムシっぽくなると思うんでね。ちょっと頑張って大人になろう。さ、まずはどんどんひたすら餌を食うだけだね。葉っぱに虫がいなくなってきたからね。ちょっと別のところも行ってみよう。あ、こっちの方結構いるね。さてさて、アリは何やってんだ？アリ一匹だけど、群れで行動する生き物じゃなかったっけ？まあいいか。私は、どんどん餌を食うだけ。さあ、こっちの方もね。よいしょ。おっと。え、待て待て、兄弟たちいっぱい来たよ、なんか。待て待て、負けないぞ、これもう。前に、なんとか全部、奪うんだ。みんな言ったらライバルだからね、もう、これは。まあ、このね、やっぱたくさんね、最初卵あったと思うんだけど、生き残れるのはわずかなんだよね。大人に成長できる、テントウムシはね、やっぱわずかだと思うんだよね。このサバイバル生き残るぞ。よし。さあ、食べて食べて。だいぶ成長してきたんじゃない？さあ、仲間たち消えちゃったね。やった。食いたい放題だ。これは無理か。さあ、仲間が向こうの方に向かったということは、
こっちにもたくさんいるのかな。あれ、あ、いたいた。よし。いや、ちょっと餌がなくなってきちゃったね。こっちか？お。あ、でもここで寝る時間だね。どうやら夜になったんで。これで。さあ、今寝てます。虫はね。あ、なんか動きが止まってるな。あれ、死んでるのかな？と思いきや、実は寝てるんだよね。これ。さあ、寝て夜を過ごしています。見てください、この表情。死んではないですよ。朝になったー。よーし。おはよう、みんな。今日も食べるぞ。よーし。さあ、あ、餌が転がってるね。あ、こっちの方仲間がいっぱいだね。よしよし。さあ、どんどん食ってこう。はい。いいねね。あれ、ちょっと、兄弟、体小さいね。ここで差がついてきた。おっと、ここで！ひとまず終わったか。餌食べる時間が終わって、これは、脱皮します。昨日までの僕を捨てて、新しい僕へ。脱皮成功したかな？なんだ？あ、これアブラムシだね。アブラムシを食べましょうってことかな？さ、新しい体になったぞ。これでさらに、体が成長するってことだね。大きく。虫はこうやって、育つんだね。鼻の方に、餌の反応があるね。こうなんか、え、待て待て。でかっ！でかい脱皮の殻があった。いや、ライバルが、一匹強そうなライバルがいるそうだね。よそしまくってこう。負けないぞ。さあ、掴んだぞ。よいしょ。アブラムシやっぱいいね。アブナロのノリが違うな、やっぱ、これ。よし。え、なんかめちゃくちゃいるね、ここ。やった、なんか食い放題だ。よし。あ、でも、仲間がいるね。まだね。仲間に全部食われそうだな。いや、早食いだからね、これ。急がないと。どうした？なんだ？葉っぱだ。あ、次はそこに移動しろってことかな。冒険の時が来たね。この茎にはもう虫がそんないなくなっちゃったから、新しい場所に向かわないといけないってことだね。バッタがいるな。バッタも、これ肉、あ、肉食じゃないか。バッタは確か葉っぱだよね、食うのは。でかいでかい。前回思い出すな、前回の。バッタの卵から始まったからね、前回。さあ、でも冒険始まったぞ。これ危険な旅だからね。小さな虫がね、花から花への移動。これめちゃくちゃ危険なんだよね。人間なら、もう一歩歩けば済む話なんだけど、これ虫だとね、これがめちゃくちゃ大変なんだよ。あれ？どうした？あれ？動かなくなった。あ、大丈夫か。あ、スタミナ切れか。一応スタミナとかもあるんだね。よし、これじゃな、こっちか。餌の反応があるぞ。こうなんか黄色い、なんかモヤモヤした感じなのが、餌の反応だね。さあ、いたいた。お、あ、なんだなんだ。よいしょ。さあ、着いたね。ようやく。ここもまあ、たくさんいるね。
乗ってる乗ってる、油の虫がくっついてるよ。さあしっかり食べて。お、なんだなんだ、やばいぞ。よし、あれ、あ、いやいや、よしよし、なんか、おっと、今なんだ、アリか。え、アリに噛まれたのか。やばい、噛んでる噛んでる、アリが噛んでる。よし、押せ押せ、よし、いい、よし、オッケーオッケー。危ない、急に来るな。天敵アリってことか、今回。来た来た、よし、オッケーオッケー。まあ、なんと指示通りにね、ボタンを押せば回避はできる。来た来た、よし、キューッと、オッケー。うわーっと、どんどん群がってくんな。もうなんだこれ、もう食わせてよ。ゆっくり食わせてよ。そうだよね、もう人間はね、鼻ほじりながらねご飯食べれるけど、虫はね食べてる時に襲われることもあるからね、これが危険。よし、来ました、脱皮の時間。第2回目の脱皮始まります。見てください、昔の体を捨て新しい体に、新しい自分に生まれ変わった。お、え、羽の生えたアブラムシ、羽生えんだね。お、でもさらにちょっと成長したね、やっぱ。でもまだまだ餌食うのか。いや、成虫になるのにはまだまだ時間かかりそうだね。二日目も暗くなってきたな。そろそろ眠る時間かな。これは食えないんだね。まあでも夜になる前にあと一回くらいは脱皮しときたいな。もうちょいだからね。え、なんだ、大丈夫か。でも餌がないな、もうここら辺。なんだ、え、なんだこれ、何このカラー、カメムシかな。見た目カメムシっぽいけど。いやー、虫って不思議が多いんだよね、やっぱもう。虫の世界。不思議な世界だ。もうちょいかな、でも。このなんかピンクのゲージがマックスになると脱皮が始まるっていうことだからね。もうちょいだ。夜になる前に、始まった！第3回目の脱皮。行きます。あ、いや、あ、いや、あ、いや、いや、いや。うやし。よし、来ましたが、まだ姿は幼虫。あ、でもこれ食えるようになった。バッタかな。バッタの死骸食えるようになったぞ。いいよ、いいよ。やっぱでかくなると、夜だね。でかくなると食える種類も増えるっていう。食える、なんか虫の種類も増えるってことだね。やっただ。大人の姿になるには、もう一段階かな。明日、大人になろう。あ、なんだこれもう。草みたい生えてんだもん。よっしゃ、始まった。おはよう。さあ、3日目。やってこう、今日も。さあ、仲間がいるね。あ、仲間も同じぐらいだ。いや、でもここまで生き残ったのはもうわずかだよ。多分、ほとんどの仲間は死んでると思うよ。負けたくないな。いや、あ、あれ、いけるか。よっしゃ。なんかなんだ？バッタじゃなさそう。バッタか。白い。この白い虫なんだ？まあでもしっかり食べていこうね、全部。よし。まあ足とか残すんだね。足とかお尻の部分はね。やっぱそこは残しちゃうよね。さあ。よーし。アブラムシだ。
やっぱ一番身が詰まってて美味しそうなのはアブラムシだね。見た感じ。やばい。え、まだ来るのか、アリ。このサイズでも襲ってくるのか。でも結構成長したね。これ見ても、触るとなんかプニプニしてそうなんだけど。おっと、またアリが。いやー、来るねー。いや、アリ群がってくんの？よしよしよ、よよ、え、やばいやばい、大丈夫か。もうちょいまで来たね。第、何回目だ？ 4 回目かな？ 4 回目の脱皮来るよ。さあ、餌がないなー、もうちょいだね。オッケーオッケー。小さいのを食べて食べて。ここでなんとか済ませたいなあ。来た。よし、これで。お？安全な場所に行きましょうって感じで出てるので、そう、安全な場所に行こう、まず。最後の進化は、天敵のいない安全な場所で行うみたいだね。この葉っぱの裏とか、いけそうだね。よし、何もいないね。さあ。始まったかな？あれ？どうなった？どうしたどうした？もがいてるよ。あ！来るか？割れた！新しい自分になる。なんだその動き。頑張ってるよ。ついに幼虫の体を捨てて、見てください、立派な羽。立派な大人になれるよ、もうちょいで。あ、時間が経過するスピード速くなってるね。さあ、夜になって。あ、色がついてきた。ようやく見た目がテントウムシっぽくなってきたね。なるほど、こういうことなんだね。いろいろ学べるね。さあ、あ、結構時間経ってるね。二日目かな。二日間、じっとしている。あ、ここでようやく、終わったようだね。あ、え、こっからまたさらに割れるのか。なんだこれは。くねくねしています。あ、出てきました。新しい姿です。立派に大人になったよって感じだね。いやー、これで、あれ？動かなくなっちゃったね。あ、来た来た。羽開いた。あ、え、こっから羽が、成長してる。第二の羽が生えました。あ、ちょっと体をピーンと伸ばす感じね。まあ、生まれた頃はね、やっぱ硬いっていうか、まだ体の動かし方わからないからね。まだちょっとずつこう、動かしていって。あ、来た！ああ、ああ、うわ、飛んだ！急に飛んだな。やっぱ生まれた瞬間は飛びたいか。見てください、ついに。立派な大人になれました。幼虫と比べたら、可愛らしくなったなぁ。こっちの方に反応があるね。行ってみよう。おっと？そう、まだ、慣れてない部分があるけど。あ、いたいた。あ、仲間じゃない？お前も大人になれたか。よくやった。よくサバイバル生き抜いてこれたな。話せるね、なんか。お、餌食ってるよ。餌食わいながらなんか話してる。楽しそうに。これ美味しいんだぜ、みたいな。あ、え、どうしたどうした？おい、何を。おい、突然どうした？
お前ら突然どうした？何を始めるんだ？え、ちょ、あ、じゃ、なんかできる、なんかできる。何かが繋がったようだ。イエス！ありがとう。いやー、よかった。貴重な体験できたね。まだ餌くわえてるのか。いやー、でも生命を感じたね、今のは。いやー、よかった。これもしかして？この流れはもしかしたら。あ、できる！卵を埋める体になってるぞ。あ、生まれた。どんどん生まれる。大人になるって素晴らしいな。生命はこうやって繰り返されるんだね。いやー、これどんどん産もう。あ、やばい、やばい、すいません、飛んじゃった、飛んじゃった。ここか、ここ。ちょっとめちゃくちゃ産んどこう。また子供たちがね成長して、そしてその子供たちがね立派な大人になるためにめちゃくちゃ産んどこう。どう、これ産み方も慣れてきたんじゃない？めちゃくちゃ早く産む方法、産むコツがね覚えた。こういうことだね。回転しながら、こう、産むっていうね、こういう感じ。動画の最初、思い出してください。僕も最初の頃はね、卵の中にいたんですよ。今は立派な、ママになりました。とりあえずこれぐらいにしとこうかな。これだけ産めばね、また立派な、成虫になる。テントウムシも何匹か現れるんじゃないかな。まあ、でもテントウムシってやっぱ、そんなに人気な虫ではないんだけど、でも今日やってみてね、大好きになった。テントウムシ、ありがとう。そんじゃ、バイ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 。